なんか見えんのか？おい、その偶然通りかかった場所で自分の元雇用主が死んだのも偶然か？ひょっとしなくても私のこと疑ってる？もし黙っててくれるならエッチしてもいいよ。谷川さんが珍しく朝から投稿してるって噂が流れてきて確認しに行ったんです。隣が引っ越したみたいだけど、母さん知ってたの？当たり前でしょ。警察にも録画テープ提出してあるし、何かあれば見つけてるはずです。富武君は俗に言うぼっちで間違いないでしょうか？クリスマスのと関係ねえでしょ。花笠の時12月にして悪いなって言ったのポリスねえんだと。星に手は届かないんだぞ。それどういう？おはよう。抵抗したけど何も変わらなくって、ひょっとしたら永遠にお別れかもしれなかったから。いや、サブロー君待ってよ。待たない。なんで待ってくれないの？待たないから。7年前の夏休みのこと忘れたんですか？何これ？何が起こってんの？